Welcome to シビチャンネル。どうもー、シビです。ガンダムジオラマフロントやっていきまーす。ちょっとね、前回からだいぶ時間が空いてます。なんかね、ちょっとね、間の時間。大人だから何をやってもいいのか。お、都合のいい言い訳を。都合のいい言い訳を。というわけでですね、だいぶ間が空いております。途中攻められたりっていう。なかなか、そろそろコア上げようかなーと思っててね。15枚数でしょ、そろそろコア上げタイムみたいな ね, ですね。フルバーニア、放題に。無差別っていうのはね、なかなかね、使いどころがちょっとね、難しいですね。で、資源のたまり、特にね、制圧戦でのね、資源のたまりがちょっとね、低いんでね、悩ましいなぁと思ってるところで、使うコストが高いのに関わらず、それに反面回収できないっていう状況。どうしたもんかなぁって。というわけで、15万貯めるのが目標です。支給品がたくさんあるから、そこからうまくやりましょう。ね。ここの支給品をうまく使えば入った。はい、1日かかると。さすがに1日。じゃあここでね、私は仮想通貨を使うつもりだったので、250円なんですね。これは高いと思うかどうかっていうのは難しいところではあるんですけど、まあだけど上の方の1日250円ぐらいってことでしょ。これがじゃあ8日とかになりますって、1週間とかになると1400円とかかかるわけですね。ああ、なるほどね。まあ、ガチャがないからいいかな、みたいな感じはあるんですけど。ガチャシステムがあると、そんな、もっと金かかりますからね。そう思うと、安いのかな、という気はしなく、まあ、それと比べるとという話なんですけど、まあ、一概にね、どっちがいいとは言えないですけど、しぐーちゃん。神指弾来たから次は、シャゲル生産かける2。いや、これは取っとくべきでしょう。フルバーニャンも悪くはないですけどね、足速いからね。まあ、シャゲルも速いし、ちょうど10万。買って。あとはもうリカバリーチャージャーとかだから一括もらっちゃいますか。で、この間にお金を貯めましょう。お金というか資源を貯めましょう。制圧へのレッツゴー。お、ちょっとお金持ってますね。5連勝、負けられないね。負けられない戦いがここにある。後ろからこれ攻められるので、ラゴーちゃんですね。はあ、はあ、はあ。まあ、なんとかなるでしょう。デスアーミーね。デスアーミーにしてもありかなっていう。HP 高いしね。コストが安いっていう。
アストレはね、だいぶね、4機しか出せないからね。火力もあるし、デスアーミーいっちゃいましょうか。そうするとコスト結果として安くなるっていう。よーし。ドムちゃん優秀ですね。600でしょ。600まで、18になって600になったからね。素晴らしいね。事務カスはね、もう大安定ですね。生産優先にするか。あ、そうそう、ガンダムサンドロックが、あの、来たんでね。サンドロックそうかな。いや、どうしよう。ここでまだ使うべきではないか。マーク2、砲台優先。よし。早速。わかりました。待機します。神優美談。了解。ガンダムマーク2、発進します。発進してくれ。行くしかない。変なテンション。はい、行きましょう。はい、では行きますぞよ。さあ、行け行け。砂漠の虎も刀なしだな。ガンダムマーク2、神優、行きます。行け、砲台優先。火力ある。抵抗しなければ、抵抗しなければ。マーク2見よう。いいですね、マックス。まああっさりですね、意外とあっさりしておりました。ね、使うコストを下げつつ回収だから、いかにコストを下げてやるか。価値はしました。でも僕には戦う意味というのがまだわからないんです。やっぱり再録なのか、ちょっと声に違和感がありますね。うん、まあ人の声も変わっていくってことなの。まあ私もガオンの実況プレイで1回という目だと全然違うので、そんなもんなんでしょうね。あれ食らった？あ、食らってないね。今はやるしかないんでしょ。そうなんです、やるしかないんだ、やるしか。まあこれも裏から穴開けてという感じですね。ちょっと楽にいけるのかなというマップ。違う違う違うね、安く済むから安く抑えていきましょう。エウンゴだ、チタンズだなんて関係ないんだ。ここに砲撃ボーンと落としてけばいいかな。正面から行くのもありかなっていうけど、どうせ、ああ、だけどそうすると2つを壊さなきゃいけないから、その壁をね、壁2つを壊すんだったら、まあここで。入り込め。落ちる。遊びでやってんじゃないんだよ。そうなんだよ。遊びでやってんじゃないんだよって。抵抗しなければ。オッケーオッケー。こうザンザン何とかって出てほしいですよね。残り何機とかって出てくれると非常に分かりやすいんですけど、あ、3機しかいない。
意外と分かりにくいんですよ。砲台にまとめてやられちゃうんでね。一方的に殴られる痛さと怖さを教えてやろうか。舐めるな。舐めるな。あー、足速くなる。いいね、いいね、マーク2。勝ちはしました。でも、僕には戦う意味というのがまだわからないんです。です。あー、アストレイよりもいいかもしれない。ただ、うん、600はちょっと脆いかなという気がするんですけど。です。あ、ボーナスエリア。お借りしますよ。これでうまくクリアしたらチャレンジャーとかが出てくるから、それ用に取っといて。本拠地だけでも落としたいね。生産優先。初陣でザクを潰しちまったからな。最前線送りかな。生産優先2機で行こうかなと。コーヒーがうまいと気分がいい。さあ戦争をしに行くぞ。まずここのここ1個ぐらい、こことここを落として、砲台優先でこことここを落としてから、あとガガガガガっていってエースとか使って、もう勢いで勢いで取るみたいな感じですかね。逆のパターンでもいいんですけど、どちらにしろここ2つは落とさないといけないっぽいので、それはちょっと処理しましょう。楽勝と言いたいところだが、まあ五分五分だろうな。うん、敗北を使って、その間に敗北を使ってこうやってやる。敗北をおとりにして、よしね、 OKOK。敗北を取りにしますっていう。敗北を取りに。人はすぐ慣れるんだ。撃ち合い、殺し合いにも。オーケーオーケー、いいんじゃない。全部まさかの全壊し。まだ終わらないのか。やったね。俺は本当はひよっこでみんなのお荷物だけど、やってみるだけさ。はあ、素晴らしい。勝てたのか、よかったね。個別に砲台を、あれ近距離、要は外国を完全に縦に回してっていう、硬いんでね、大正解でございました。まあ、どもを他の遠距離にして、さらに砲台をもっと倒しやすくするってのもありだったのかなという気はするんですけど。チャレンジャー、エリアマスターまで来た。さあこれですよ。うわー、上位、これね、これ激ムズのやつです。もうこれ完全にターゲットを狙うっていう感じですね。ターゲットのみ。
もう大優先。砲台優先よりも、無差別の方でターゲット優先みたいな。拠点優先がまだないんでね。もう完全に短期勝負ですよ。もう本拠地だけどれか狙うみたいなのをしようかなと思います。本拠地さえ落とせば勝ちだから。でその間もうここはもう完全におとりです。この2機はおとりで、ここも、もう、落とされることを前提として、もういいや、修理に回すみたいなキャラで、行きましょう。ルナ・マリア・ホーク、ザク・ウォーリアのパイロットよ。ね、もうここはもう落とされます。この2機は。仕方ない。で、この2機をここで、おとりに出して、まあ、最悪、うん、おとりに出してる間に裏からバババババババってやりましょう。それに全部を使ってで本拠地だけ落とす。それでいい。了解した。出撃する。もう完全にその戦法でこいつらの攻撃がバカみたいになるからね。でもここの射程足りると思うんだよな。生き残れ。よし落とした。もうエースつかなくていいや。これでいいの。これで勝ちだから。はい、オッケーオッケー。もう完全におとりですね、その間に。はい。もうエース出さない。修理費がかかるから。はい。やったー。エース出さなきゃいけないの。いいや。出さない出さない、修理かかる。あと1分50秒待ちます。待つよ。渡しまーすはですよ。はい。まあ、今回はこういう感じですな。うん。とりあえずね、本拠地を落とせば勝ちなので、このゲームは。別にね、いいんです。やられても。赤への死骸が。ああ。ザック赤い。まあ、まったり待ちましょう。あと1分ね。全部壊さなくていいんです。だから防衛戦とかも、まあ、負けること前提、もう格上だったらもう資源だけ奪うみたいな、ね、うん、もありだと思うんですよ。全部壊さずに壊したら、まあそれはそれでいいんですけど、このエースちょっといい無理だし、この砲台がいる中では。その中でコアついに上げちゃいましたね。というのもね、上のコアから攻められる、あのこちらが出てくるのは5とか出てこないんですけど、攻め込まれるのは上のコアの人たちに攻め込まれるんですよ、割と。だリベンジしようとするとコア5の人たちが多いので、それはなぜなら私も上等兵とかとマッチングしてるじゃないですか。なのでもうそろそろみたいな。まあ、そしたら今度はコア 6が出てくるんでしょうけど、はい、そんな感じですね。ほら勝利。自爆装置が無駄になったな。ね、どうせあれだからね。出しても死んじゃうだけだから。
あとはこれ落としてって感じですね。コア5。砲台の数が多いんだ、コア5は。まあ、だこれそうでもないですね。1、2、3、4、5、6。一緒だ。いや、違う。ここにもう1台ある。あ、いいね、いいな。ここは砲台メインの。わかりました。待機します。てか、サンドロックいっちゃう？落としたいからね。ラシード、機体の準備を。2万6000使って倒すのが、いや、こっちでしょ。サンドロック。ええ、わかりました。ね、砲台優先で。高いな。まあ、だけど壊せるでしょ。最初壁がないと、壁を壊す役がね、いないといけないので。で、それと別に。キターン。これも使っとこう。ここ落として、確実に落としておきたい。ラシード、機体の準備を。よし。行こう、サンドロック。行こう、サンドロック。私知らないんですけどね。何の作品？ウィング？ウィングって感じじゃない。わかんない。どういうの？まずはこういう感じで砲台こうかな。ここが手薄ですね。ここから行きますか。始めるよ、サンドロック。じゃあサンドロック行っちゃって。硬いね、さすがに。あ、この機体間違いなくガンダムだけど、僕らのとは違うようだ。やりますよ。攻撃力アップ。範囲がね。僕はあの人に勝ちたい。さすがにガーディアンタイプは硬いですね。で、勝利。押し上げる。1400。さあ、生産拠点だから1.2か。はあ、軽くあるね。1400ダメージ出します。これ以上やりたくはないけど。抵抗するのなら、抵抗するのならしかないんだ。ここを完全に破壊するまで一気に行きます。やったね。これでコロニーのみんなも喜んでくれる。あ、回復で全回復。やったね。レベルアップでね。76,800。でかい。これはでかい。美味しいです。ランクアップ。あれ違う？しなかった。アフリカ戦線。そんな感じで今回はガンダムジオラマフロントをマーク2で勝利。プトレマイオス。そんな感じでございました。またね、やっていこうと思いますんで、シルビチャンネルよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。